Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Rizards Drawing. Kembali di episode spesial One Piece. Setelah kemarin kita menggambar Zoro dan Usopp, di part ketiga kali ini kita punya Nami. Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan juga komen. あんたのそれは一生治りそうもないわね。まあそれがいいところでもあるんだけど、あなたたちってすごいわ。え？リトルガーデンの時からそう思ってた。どうしてそんなにまで仲間を信じることができるの？どうって、特に意識なんかしてないわ。考えたこともないし。それがすごいのよ。無条件で信じるなんてそうできることじゃないわ。よくわかんないけど、みんな自分にできることを精一杯やるからかな。前にさ、私のいた島であいつ言ったことがあるのよ。俺は剣術を使えねえんだ、この野郎。航海術も持ってないし、料理も作れねえし、嘘もつけねえ。おい、俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。あの言葉よく覚えてる。ああ、これがこの海賊団なんだって、そう思った。一人の力なんて限界あるでしょ。どんなにやりたいことがあったって、一人じゃ無理だわ。仲間がいる。でも、その仲間ができることをやってくれないんじゃ、話にならないもんね。あれ、答えになってない？うん、ありがとう。こう熱いと頭がまとまんないわ。十分答えになってる。そうね、これも一つの国の形なのかも。おい、早く来いよ。涼しくなってきたら途端に元気になりやがって。どうした？風向きが変わった。匂いがする。何？間違いない、ナミの香水だ。やべえ。その真ん中のすげえ針が揺れてる島、面白そうだな。聞いてた。それ何？ルフィ、
鎧。おお、鎧が掲げた。俺ナミさんに綺麗な貝殻取ってきたんだ。いらないわよ大馬鹿。怒ったナミさんも可愛い。やめとけ。生きてる。サンジ君の体をだいぶ傷つけちゃったけど、なんて頑丈なの。おかげで助かった。もうどうせ戻さなくていいぞ。お前戻りたいの。呼ばない。うわっしょー、夢ごとには終わった。戻ったけど、あれサンジ君、これには深いわけ。ガバブコ。おいどうした。ゆがった。やられたのが俺の体に。ああ、ナミさんの声。あれか。ナミスは無事だったんだね。凍えてるナミさんも素敵だけど、風邪ひくといけないから俺の上着使ってくれ。ありがとうサンジ君。とにかく冷静になって話しましょう。みんな。ナミさんだ。私そんなに品がなかったかしら。もう死ね。ナミさんをこれ以上傷つけないで。私の体に触れたら20万ベリーよ。覗き10万。そんな精神。クロッカスさんの言う通り、ログは確かにラプテルを刺していた。終着点のさらに先にあるラフテルに続く道を。うん。よほほほ。ログは嘘をついていなかった。ユガラ後悔しか。しっかりしているな。大丈夫。道は間違えてはいない。このまま進め。おいおい、なんだか知らねえけど、すげえだろ、うちの後悔児は。やしっかりしてるなんて、自覚あるけど。よーは、次期海賊王の後悔児。すげえぞー。バンバン2回だ。ではユガラたち、楽しそうやにゃ、さっきから。やれルフィ、サンダーボルト先輩。私にはあんな大きな雷雲作れないけど、ビッグマムの雷雲を利用することはできる。まだまだ。やってくれるじゃない。なにこれ。こっちに来な。こっちの方向。でかしたぞルフィ。何？波たちがいるぞ。夕日の方向だ。本当か。おいみんな、一人で突っ走るな。またはぐれちまうぞバカ野郎。一緒にいるといろいろなことが見えてくる。答えはこの人たちが持っているのかもしれない。